いや、暑いな。これいけるかな。なんかもう熱で GoPro は止まるようになったな。いや、ちょっと全面的に調子悪いな。これむずい。ここも廃校がある。見えるかな。高野山行くときによく見るとこですね。うん、廃校というか分校の、校舎ですね。分校っぽい校舎。さあ、もう真夏になりまして、下界は暑いどころではない、もう熱でやばいということで、こう山の上までやってきまして、これは高野山方面に向かっておりますが、で今日は行くのはちょっと、まあ、どうなるか分かんないけど、目指すのはあの洞窟ですね。洞窟鍾乳洞で、そこ空いてたら行こうかなと思って来たんですけど、すでにこの485線のトンネルですけど、このトンネルの時点でかなり寒いということが分かった。普通にこう気持ちいいぞ、この状態でも全然いけるやん。さっきまでムワーっとする風やったのが、この雲が出てきてからちょっと冷たい風っていうかね、秋めいた風が吹いてきて、これって雨降る予兆じゃないの、前兆じゃないの。花園村に、あ、やっぱ暑いわこれ。山の方、あの感じよ、岐阜とか福井行った時のあの感じよ。標高上げたらいい感じかと思ったら、別に標高上げても暑い、標高上げる方が暑いぐらいのやつやったな。この日陰がないから、日陰がないとめちゃくちゃ暑いよな。ただまあ、ここトンネルありますので、トンネルで、結構いい感じに、おーっといい感じがありますが、やっぱりトンネルの中濡れてますな、雨降ったからか。濡れてます、トンネルも濡れてます。あと真っ暗で見えません。ご飯ですよ、ご飯ですよ状態する。サングラスをご飯ですよ状態にして見えるようにした。細い道やね。ここで昔なんか鹿飛び出してきて引いたことあるな。もちろんバイクでやけど、無事やったけどね、バイクは。で、しかもなんか後でぶっ倒れとったけど、後で復活して起き上がってどっか行きましたね。止まって寄ってくるな、なんか虫、ブヨみたいなのがなんか寄ってるやろ。これこれこれ、トゥ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 、なんか無理やりやな。下手くそ同士が借り合うとこうなる。ここか、これこれこれ、ここですね。恐竜ランド方面に行く。恐竜ランド直進。こんなとこか、すごいな。なんかほんまに岐阜の山の奥行った時のみたい、奥飛騨のとこみたいな感じですね、この感じは。ただ日陰が多いのでかなりマシですが、恐竜ランドこんなとこにあるんだ。昔恐竜の卵が発見されたということで、恐竜の卵の化石が発見されたということで、恐竜の卵の化石で村おこしをしようということで作られたのがこの恐竜ランドだったように思う。そして鍾乳洞ありきで作られてあるから、かなり山奥にあるんですよね。トリケラトプス、蛇おった、蛇、道路の真ん中に蛇おったな。あ、山かがしか、あ、逃げた。すごいね、なんかバイク通った時全然逃げへんかったのに、
死んでんのかなと思ったら、歩いて近寄ったらすぐに逃げましたね。で、冷却ファン回ってる。冷却ファンが回っておる。それだけ暑いちゅうこっちゃ。いや暑いな、もうなんかすごいな。ここ来るまででもう疲れたな、すごい。まあそれ疲れるか、この暑い中来たんやからな。ここでいいのかね、これ。とてもテーマパークが上にあるとは思えんぞ、この道。お、見てこれ、プテラノドンや。プテラノドンや、すげえ。休憩するベンチの、なんていうの、この東屋がプテラノドンになってる。これ駐車場、これか。プテラノドンになっとるやん。プテラノドン。すげえな。目がいっとるぞ、これ。プテラノドンの足や。足が一番リアルやな。駐車場内でのドリフト行為防止のための鉄筋が入っています。ここでドリフト行為するやついるの。もうなんかジュラシックパークっぽいな。怖え、なんかツチノコみたいな顔してるやん。なんかライオンとかゴリラの声するやんけど、ちょっと。恐竜の時代は哺乳類ってすごいネズミやったんじゃん。ディプロドックス。微妙っすね。ディプロドックスってそんなメジャーでもないような気がする。プロントサウルス。プロントサウルスやったっけ？プロントサウルス。プロントサウルス。プロントサウルスか。プロントサウルスとかは有名やけど、でも迫力あるけどな。本当にこんなでかいのがいたんすかね。でかすぎや。しゃ、ベロキラプトルこいつだけ、なんか色が。ヘルメットあるけどどうするか。あ、湿度が高いな。確かに。ちょっと待って、寒いからなんか中着ていく、上着着ていこう。これ寒っ。ちょっと一旦戻る。